じゃあね、神宮の方に向かいますね。次ほら。はい、じゃあ柏の神宮に向かいます。今日は気温が7度。この10年ぐらいの間で一番やっぱりね、穏やかな日かな。風もほとんどないんでね。柏原神宮駅でございます。近鉄のね。今回は神宮駅から撮る予定なかったんだけどね。で、リクエストで同じやつが、ね、いるんやって、絵が。はい、わかりました。神宮駅から。柏原神宮まで歩いていますからね。もうあったかいわ、今日は。この映画9時20分やったから、今年は何時や、今10時10分、ものすごく混んでましてね。車入るまでどれがかかったかな、30分かかったかな、25分が30分かかったからね、全然すまなんで。こうやね、うねび山ですね、見えますかね。はい、じゃあ歩いて神宮までどれくらいかかるのかな、10分ぐらいかかりますかね。すごみの中をちょっと歩いてみましょう。去年はね、お店何軒か寄ってるもんやから、神宮行くまでにね、拝殿行くまでに1時間ぐらいかかっちゃうかな。1時間以上かかったか。今日はね、まっすぐ行きますから、ちょっとね、屋台を見ながら行きますからね。三度さん、どうぞ。いらっしゃい。こちら。いらっしゃい、どうぞ。去年ちょっとね、撮影させてもらったんだけどね。まあ、分かってないわね、本人たちはね。取材させてもらったんだけど。去年はものすごい厚着してたんだけど、今年はね、薄いジャンバー1枚でございます。チーズハットブー、わからんな、意味が、なんだろう。わからないんだね。これホテルがなかなかったっけ。ちょっと車が混んでますからね。トウモロコシさん、
これ去年はね撮影させてもらったんやけどね、取材させてもらったんやけど、今日お父さんいないね。あ、いるか。そして接客中でございます。この横もね、去年ね、撮影させてもらったね、取材したんだけどね、今日はお姉ちゃんいないね。正月のし開けてない日だったんでね。去年お当時はね、3人ほど声かけていただいてね、店に来てからわざわざね、あったやろう言って分かっとるっていうのにね。去年はどうやったかな。去年は記憶ないね。去年誰も会ってないかもしれないね。去年寒かったんでね、風が強くて。全然車が動いてませんね。ここは鳥が見えてきました。参拝入り口でございます。ここから本殿まで歩いていきましょうね。これ大事鳥居かね。はい、歩きましょう。両脇が店いっぱいでございます。屋台いっぱいでございます。屋台が下とこあれおるからね、右も左もわからんな。全然左はないな。弓屋台さん、コロナの前はね、屋台がこの中に建ってましたからね、もうなんかこう歩くのごった返しましたけどね。屋台端に寄せましたからね。去年も当時なんかもうお客さんがなくてどうしようもないみたいなしたけどね。だって去年も当時なんかやったら真ん中みんな歩いてたからね、あんな横歩かんと。全然客来ませんよ。投げだったんで、ここじゃまだ歩いてあるんでね。まあ屋台にとっては大変ですよね。
これやこれ。あれもなんか。これ掘れたない。今日はこれはあれできないね。全く取材できる時期ないわ。今日大将おんのかね。いそうやけどね。残念やね。あとで帰りでもまた寄ってみましょう。はい、ありがとうございます。あれ連続で3回ぐらい取材しとるんでね、堀川さんとかね。去年は会わなかったな、大将な。ちょっといなかったほんで去年おとといだけだったんやって、全然お客さん来へんねや。やっぱ第二鳥居でございます。昭和の時代はね、着物で来る人ものすごかったんやけど、今ほとんど見ないね。ほら今日前着物の方ね、歩いてはるけど。ほら見えねえ、着物、着物で歩いてね。ユーチューバー、ユーチューバー、すごいね。初めだった。何チャンネルですか？ブルースカイユカイチャンネル。え、ユーサイ。ブルースカイ。あ、ブルースカイ。ユカイ。あ、そうユカイ。うん。成人式かなんかですか？え？成人式とかなんかですか？いやもう。え？あ、お姉ちゃんが今年成人式。お姉ちゃんが。それだけなんですか？いやー、流行るね、このリンゴでアルディナードマ。もう昭和の時代多かったんやけどね。今着物着てある方ほとんどいらっしゃらんのでね、後ろから追っかけてきましたよ。おばあちゃんが着てきてね。あ、そうね。はい、いや、綺麗やね。あ、そうね。じゃあ、お姉ちゃんはおいくつですか？あ、お姉ちゃんは今年で20歳ね。はい、お姉ちゃんも綺麗に飾ってあるけど。ありがとうございます。ね、ありがとうね。あ、いえいえ、こちらこそ。YouTube アップしてかな。あかんかと切っときます。あ、そうです。はい、な、切っていきましょうか。え、どっちやね。か、顔だけ。はいはい、わかりました。はい、ぼかしの。はい、ありがとうね。はい、ありがとう。すみません。お気に。はい、やってきました。ほんまに希望の方見ないからね。後ろからね、見かけて、追っかけてきてね、ちょっと取材したんだけどね。新年明けましておめでとうございます。本日も一方通行規制を行っております。お帰りの際は反対方向にある親しい方からお帰りいただければと思います。いや少ない、全然少ないですね。なんだ今日はこんな少ないか。あら、今まで一番少ないんじゃないかな、イメージ的にね。こんな少なかったことがあったかな。矢をね、どこで返すんやったっけ。矢を返すんやけど、目的が最初の目的はそれでございます。矢をね、返すのは最初の目的でございます。ないね。うどん全然。これが本店でございます。あ、久しぶりですね、こんな水天の雲のない水天寺のね。どこやったかな、この辺やったかな。ここ一番でしょ。これもそのままいい。
はい、ありがとう。はい、オッケーオッケー。はい、ウサギ。ウサギ見ましょう、ウサギを。あれ、12月の初めぐらいからウサギね、飾ってあるから。初めぐらいだから、なんか来ないでたね。はい、ウサギでもある。だからウサギをちょっと取りましょうかね。あ、いっぱいやな、人が。はい、ちょっとじゃあ中、立ってみましょう。こっちか。こっちですね。はい、参拝者入り口。例年よりも非常に少なく感じ、はいはい、例年より少ないんですけどね。これ本殿ですね。穴が開いてないから正月以外はね。本殿は通りもさせないか。お賽銭入れていきましょうかね。はい、ありがとうございます。誰もいないとこ行って、いや、こっちいっぱいやね。取り込みましたけど、ありがとうございました。ね、あのおみくじか。だけど着物の方って全然見ないね。全く見ないね。あの上にね、本殿があるんですね。武田さん、なんだ武田さん、YouTube 様子見とるけどさ、なんだ今日は柏ラジオ武田常也、初めての大学学生、いつの講座があるの。2月の4日手振ってくれたけどね。
それがいい。おねばんでございます。うねび山、じゃあ帰りはね、屋台を覗きながら帰りましょうかね。どんなんか入口の屋台は大変ですよ、あれね。明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。ようこそ柏村神宮へお参りくださいました。ここから始まる、屋台がここから始まりますかね。見ましょうかね。しようか。山本のベビーカステラ、普段はこの道は誰も歩いてないんだけどね。正月三が日以外柏原神宮来てもね、ほとんど人歩いてないんですって。運動見てんやつか。おお、まあ、ここは終わりだね。おお、仮面でございます。たこ焼きもあるぞ。あら、いっぱい並んであるわ。あ、そうや、ここ登山口や。10分ぐらいで行けるぞ、上まで。遠慮してるのか。フリフリはこれだけでいい。何があるのか、お腹大きいんやろ。
探しに行こう。あ、ちょっとごめんなさい。いやはや一方通行やが大変だろくな。ほら反対に歩いたらどれぐらいかんのかね。まだ10分ぐらいかんじゃうかね。ここにあるの、まあ、はい、ありがとうございました。柏神宮でございました。ただ通過しただけでしたね。全然でしたね。はい、ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。ブルースカイゆかりチャンネルでした。ありがとうございました。